さ、あの気持ち悪いって言われるからいいのかなやって、なんかこう右手で最後の腕やばいっすよで、Wii スポーツやるぞって言って、なんか親父がっすか、そう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 、ガオー、どうも MC のアドルです。またまた一人です。楽しんでいきましょう。今日一人でね、テンションを上げてやっていきます。はい、それでは自己紹介の方お願いします。はじめまして、バークインスタイルの井上由里です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まあでも数回しかもなってないですもんね。そうですね、結構前だから初めて。かなり前じゃないですか。いや結構前だと思う。自分は入りたてですよ。そうですよね、うん、になんか現場で話しかけてくれたのが初めての出会い。そうですよね。あ、そう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 。そうですよね。すごいグイグイ来るなって。全員に言われるな。さあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。モデルを始めたきっかけを。はい、モデルを始めたきっかけは、はい、大学生の時に、なんか私父が結構なんか変わった感じの人で、なんか大学入学する時に、なんか我が家は就活禁止だから。就活をしなくても社会に出られるようになってから大学卒業しなさいって言われたんですよ。お父さんが？そうそうそう。逆じゃない？うん、なんかそう、もうね、変な、逆じゃないですか。そう、変なお父さんで。すごいですね。そう、父が変な人だから、なんかその大学卒業までになんかこう自分でできることを探しなさいって言われて、なんかそれで、でもこのままだと就活以外で社会に出るって言ったらもうフリーターしかないって思って。そうですよね、なんかそのまま。そうね、どうしようって思って、でなんかそこから1年休学して大学を、でなんかいろいろなんかいろいろして、なんかやりたいこととか、なんか何ができるかなって考えた時に、なんか高校生からってサロンモデルをしていて、モデルの仕事好きだったし撮影も楽しくて、でまあこれだったら社会出てもなんかできるかなって思って、22歳で事務所に入ったのがきっかけです。あ、そうなんですね。最初はバークスタイルではなかった？あ、違う事務所に入りました。そうなんですね。はい、やっぱモデル始めて、やっぱ元々目立つのが好きだったりしたんですか？いや全然目立つのは好きじゃなくて、なんかもう家にいる方が好きだし、外で出かけたり遊んだりするより、なんかね、なんかそれこそ本読んでたりとか漫画読んでる方が全然好き なタイプ。でもその大学生時代の、なんかリール載せてますよね。あ、そう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 、そう、冴えない女子大学生が、あ、そう、陰キャだったんですよ、きっかけ。そうそうそう、見てましょう。本当ですか？そう、変わりはやばくないですか？そうそう、本当にだからなんだろう、おしゃれが好きで、なんかそういう、あ、モデルになるからやっぱちゃんとファッションとかしないといけないなって感じで、そっからもう変えてったんですね。うん、コンタクトしたのも大学生になってからだし、なんか目に物を入れるのが怖くて、だからそうそう、高校生の時からずっと眼鏡だったし、なんかどちらかというとなんか高校の中でもなんかウェーイってなってるタイプっていうか、なんか端っこの方でおとなしくしてるタイプ。そうそうそう。あ、なるほど。楽しみなこと、趣味とかってあるんですか？モデルの仕事以外だと、私結構長くクラシックバレエをやっていて。お、そうなんです。3歳から高校1年生まで、16まで14年ぐらいずっとやってて、でその後もうやめてしばらくやってなかったんですけど、最近またバレエ再開して、ちょっと前から習い始めて、でなんかそしたらすごい楽しくなってきて、ダンス踊るのが。そうなんですか？はい、そう、今ジャズダンスと、あとコンテンポラリーとかなんかいろいろやってます。すごいですね。すごくないです？いや、すごいですよ。好きなんですよね、多分ダンス。じゃあもう体動かしてやっ、あ、そう、あ、もうなんか気分転換もにもなる。私肩の関節がすごい柔らかくて、ちょっと見たいです。気持ち悪いって言われるからいいのかなやって、なんかこう右手で、右手の耳が捕まるんですよ。これ一般人こうなります。そう、やばくない？そう、ここが多分すごい柔らかくて、すごいっすね。私なんかこの合掌とかもすごい上でできる。え、全然強くないですか？全然、右も左も両方つくし。やばっす、野球だって160キロ投げれますよ。最後の時やばいっすよ。自分それでピッチャークビになったんですよ。
肩カサカ硬すぎて。ああでもそう、肩関節はすごい柔らかいです。すごいですね。でもそれもう幼少期時代に超修行したんですか。あそうでも親が新体操で国体とか出てたので、はい、多分遺伝的に一回やばいですね。そう体も柔らかかったし、はい、バレエもやってたからなんかおかげで柔らかいままです。あそうなんですね。そうですね。尊敬する人とかっていますか。尊敬する人は難しいな。誰だろう。あでもくっさいなお前。おならしましたわ。超臭くないですか。かわいい。くっさ。ちょっとお腹の調子が。なんで泣いてんの。あ尊敬する人。尊敬する人は、はい、でもなんだかんだ結構父のことは尊敬してますね。変だなって思うけど。お父さんのご職業とか聞いていいですか。あ職業は、会計関係の仕事してます。なのに就活はダメだ。そうフリーランスなんですよね。自分がもう独立して一人でやってるから、はい、なんか本人も元会計士みたいな感じで名乗ってて結構いろいろやってる。あそうなんですね。そうですそうやりたいことやれって感じ。あそうそうそうやりたいことやれって感じだし、はい、あとはなんか受験とかの時に勉強しろって言われたことなくて。ガチっすか。母には言われましたけど。そう遊べ遊べって言われてて、でなんかあの中学受験だったんで小学生の時が一番勉強してたんですけど、なんかあの夜中にじゃあお休みって言って母と寝に行った後にお前起きてこいって言って、母親が寝た後にこうこっそりお布団を抜け出して、でウィースポーツやるぞって言って、なんか親父がっすか。そう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 、ボーリングとかして、超いいじゃないですか。でなんか翌朝めっちゃ右手筋肉痛なって、母親に何やってなんだってすごい言われてました。マジっすか。最高のお父さんですね。そうだから言われたことないも勉強しろって。ガチっすか。めちゃめちゃいいですね。やれって言われたらすごいやりたくなくなるけど、別にやんなくていいぞって言われたら、まあやっとこうかな。確かになんか そういう多いっすよね。そう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 、なんか勉強とか特に。そうそうそう。逆に自分に質問とかありますか。アンドリューに。アンドリューの元気の秘訣は何ですか。なるほど、元気の秘訣ですね。いつも元気じゃない。その師匠、はいはいはい、影響受けすぎだな師匠に。何の師匠なんですか。その芸人の師匠なんですけど、芸人やってる師匠なんですけど。なるほど。その人の言葉がすごい自分残ってて、お金もない、地位も名誉もない、なんかそこまで言っちゃいけないですけど、でもどこでも元気でずっと笑顔で、なんでいつもその元気なんですか、いや待てと、俺は頑張ってないと、楽しんでるだけだと。そっから価値観を変えたんですよ。なるほど、ね、全部頑張ることやめたんですよね。全部楽しむことにしたんですよ。そしたらマジ世界変わりました。へ全部がやっぱ楽しもうと思うんで、頑張ろうじゃなくて、はいはいはい、今日楽しもうって思うと必然的に笑顔になるし、自然的に周りも笑顔になってくれるし、はいはいはい、そしたらこんなうるさいキャラになっちゃいました。へーすごい。でも分かります。なんか良くないですか。いやなんか絶対このテンションで毎日行ってたら疲れる。お家帰ってからすごい疲れるだろうなって思ってて、頑張ってたら疲れると思うんですよ。そう今すごいそれが分かりました。楽しむことがやっぱり一番。私もやってみよう。すぐ影響を受けるから。はい、これからまあ、ちょっとモデルも長いと思うんですけど、やってみてやりたいこととか目標とかってありますか。目標、はい、いやもういろいろあるんですけど、もうこれだってなります。これだっていうのはやっぱバレエやってるので、そういうバレエのブランドさんのお仕事とか、なんかちょっとあのオーディションとかも踊れる方、ダンス経験者みたいなのもめちゃめちゃ活かせるじゃないですか。はい、そう呼んでいただけるので、なんかそういうお仕事をもっと増やしていけたらなっていうのが、まあ、一番ですかね今。本当そこ強いっすよ。いやダンスできるって。最後にバーク TV 出ていただいてどうでした。いやなんか一人だと思ってなかったから、そうすごい、そうシミュレーションしてきて、やばいっすよ。そうシミュレーションしてきたんすか。家で練習して家でこうやってきたんすか。なんか何喋ろうとか。私すごいね緊張しいだから。話しました。話しました。本当ですか。楽しかったです。ありがとうございます。それでは締めさせていただきます。はい、本日のゲストは井上ゆりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バーク TV チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あ、違う、あれ頑張って。
一回待って。最後から。危ないよ。何？危ない。そうっす、あのプレゼントがあの制作の自分たちからちょっとあって。ありましたね。これはもう完璧自分の自己満で、はい、一番いいな。あ、ドキドキする。いいなと思った写真をぜひ飾ってほしくてちゃんと選んでます。俺は。じゃん。ああこれ。これどうですか。ありがとうございます。私結構横顔好きなので嬉しいですし。これめっちゃ綺麗なんですよ。いやありがとうございます。うわ美しいと思ってすぐ応援しましたよ。あ本当ですか。なんかちょっと選び出すと困っちゃうんで、もうバーって、うわこれだと思いました。そうなんかあのどれにしてくれるんだろうなって予習してる。飾れます飾れます。捨ててくださいね。捨てないです。ありがとうございました、はい、それでは本日またお鳴らしたわそれでは本日のゲスト井上ゆるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バーク TV チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。見てね。